よーし、さっきの感覚でもう一度パーン。ねえ、結構かっこよく飛べるようになったでしょ。次のライブの見せ場でロデオジャンプ風のパフォーマンスを入れてみるつもりなんだ。あとはブレーメンの音楽隊らしく犬のイメージをどう構成するかだね。でも犬のダンスか、しいたけを参考にしようと思ったんだけど、あの子のダンスってちょっと想像がつかないんだよね。基本的におとなしいから。この前もちっちゃな野良猫が餌を横取りしようとしてきたのに全然吠えなかったし、ダッシュは速くて力強いんだけど。え？ちゃんとしつけられた犬はここぞという時にしか吠えたり動いたりしない？確かにその通りかも。じゃあ、しいたけがダンスしたくなるような状況をイメージすればいいんだね。しいたけが踊りたくなるとしたら、そういえばずっと前、逃げるリコちゃんを追い回してたしいたけの姿ってまるで踊ってるみたいで面白かった。あんな感じにみんなの周りを元気よく動き回るってのはどうかな。うん、それって犬っぽくて可愛いかも。よーし、そうと決まったら体力つけないとね。もしよかったらあなたも一緒にランニング付き合ってくれる？